始まりました。クロミちゃん大好きなママとシナモン大好きなゆいちゃんの YouTube チャンネルへようこそ。はい、本日の動画は、これから初めてピューロランドに遊びに行く人必見、ゴールデンウィークなどの過ごし方紹介をしていきたいと思います。この動画を見ればピューロランド失敗なくすごく満喫できると思います。ぜひ最後までご覧ください。ではでは動画スタート。これからね、まあ、5月皆さんゴールデンウィークどこ行くか企画中ですか？ピューロランドは大人の方はもちろん、小さいお子様もめちゃめちゃ楽しめるテーマパークとなっております。ピューロね、すごいところが屋内、小さなお子様でも楽しめるアトラクションしかないので、ぜひ遊びに行ってみてください。で、そんな親子連れの方必見の回り方を週1回ピューロランドに行く私たちなりにご紹介していきたいと思います。はい、本日撮影日が4月8日土曜日です。で、今日からフラワーピューロという新イベントが始まります。今回のイベントは2023年4月8日土曜日から7月4日火曜日までと、結構長期の開催となっております。で、例年だったらイースターのイベントがあるんですけど、今回はね、イースターのイベントなしで新しいフラワーピューロが始まるんですよ。ゴールデンウィーク中もこのイベント開催中ですね。休みの初日に、土曜日だったんですけど、大雨の日だったんですけど、その日にピューロインして遊びに行ったら、もう通常のピューロランドの倍以上混んでて、人気アトラクションのキャラクターボートライドで、裏技を使ってもう実際15分ぐらいで、また全然待たずに挑戦することができました。ここに持ち時間を短縮してご案内が可能です。3列目のお席は2人まで座れるので、グループの中で1人か2人で一番後ろの3列目に座っていただける方は優先的にご案内します。希望の方はその場で手を挙げてお知らせください。手を挙げます。ありがとうございます。ある方から順番にお声掛けをお願いします。で、前の方からもう聞いて回ってくれるので、あ、手を挙げるの忘れちゃったとかなっても、あ、私相席乗船でいいですって言えば先に行くことができます。なので、もしね、はーい、大丈夫です。はい、後ろに並んでいただきます。ありがとうございます。あ、席ご希望の方ほとんど全般にお待ちですので、ご希望の方もレストランだけずに並んだ状態でお待ちください。手を挙げる。今後は一緒にご案内するので、前の方に続いてお待ちください。さっき並んでた列とまた別の列でレーンが通されます。なので移動します。はい、いいか。はい、いいか。はい、ずんずん行けますよ。並んでる皆さんをどんどん超えることができます。ずん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 。はい。はい、これで、普通の待機列よりはもうだいぶ時間が短縮できました。で、ピューロランド閉館時間が5時ですごく早いので、ね、入園した時間にもみんなよると思うんですけど、少しでもね、たくさん楽しみたいという方はボートライド、相席乗船をやってみてください。もう私たちはここにいます。こんな感じで待ち列一気に短縮してここに来ました。もうあと少しで乗船入り口になります。じゃあ乗ってきます。
ただ私たちは本当に120分も並ばなかったです。その裏技を使えばもう10分並んだかな、並んでないんじゃないかなっていうぐらい本当に短縮できる、しかも無料で短縮、はい、でそしてですね、ボートもめちゃめちゃ並ぶアトラクションの一つなんですけど、マイメロード、マイメロちゃんとクロミちゃんのアトラクションがあります。それいっぱい並ぶ。あ、そう、こちらもすごかったね。提示されてる時間測ってみたんですよ。本当にこのぐらいの時間かなってタイマーで測ってみたら、提示されてる時間通り並びましたので、まあ一応本当に参考にして、あ、このぐらい待つんだったら、グリーティング間に合わないかもとかって、これを、ね、提示されてる時間通りだったので、まず参考にしてみて方がいいと思います。ただ待ち時間短縮したいなって方、こちらのマイメロの乗り物は相席乗船がありません。本当にもう一組、一グループ一グループずつ乗るので、他人の方、知らない方と一緒に乗るってことはなくって、私この人と前の人と一緒でいいですよとかは基本ないので、普段来ないからいろんなもの体験させてあげたいなっていうお母さんお父さんは、ぜひあのサンリオピューロパス、こちらをマイメロの乗り物でしたら、本当乗り口の左側といいますか、ガチャガチャコーナーがあるんですけど、そちらに券売機があります。でこちらでそれを買うと何が起きるかといいますと、ゼロ待ち、ゼロ分待ちで乗れます。優先パス、まあもちろんね、持ってる方が10人15人いたら、まあその15人分並ぶことはあるんですけど、基本的にそこで列ができることはないので、もう買っちゃえばもう0分で乗れちゃいます。でマイメロードはこう急降下したりとか、スピードがめっちゃ速いとかは一切なくて、いっぱいになってマイメロちゃんの世界を、マリーランドを探検する、クロミちゃんを探すというアトラクションなので、0歳の赤ちゃんとか、まあ、機嫌が悪い子でも全然、むしろニコニコ笑顔になっちゃいます。にゃーにゃー。この第2アトラクションがめっちゃ混みますのでご注意ください。そしてですね、私たち的にはこの日はめちゃめちゃ効率よく回れたんですよ。もう順序よく効率よく回れたんですけど、ただただ一つ問題がありました。それが何かと言いますと、ご飯問題が一番大変だった。もうね、ご飯はめっちゃ混む。キャラクターフードコートとレインボーワールドレストラン、こちらのね、人気レストランは炭治郎大好き、土日祝でも基本は早めの時間に行けば確保できるんですけど、私たちが行った時間が10時半とか11時前後に、レインボーワールドレストランまず見に行ったんですけど、もう満席でした。どこも座れない。普段この辺空いてるよねっていうところをなんとなく把握してるんですけど、そこも一切座れません。で、もうレストランのそのグレタマのローストグレタマのローストビーフ丼とスパゲッティゾーンとオムライスゾーンって、こう注文口が3個ある意味、まあ、お店が3つあるんですよ。レストランの中に3つのお店がある形になってるんですけど、それ全部が長蛇の列。注文するだけにですよ。注文だけに20分、30分かかるので、もうちっちゃな子供だったらもう絶対お腹空いたって泣いちゃうので、もう本当にピークがずっとピークです。基本的に食べ物の持ち込みは NG となっております。おにぎりとかパンとかは、円にピューロの中に入る前に食べてしまわないと持ち物検査で引っかかってしまうのでご注意ください。ま、もちろん小さな赤ちゃんとか離乳食食べてる子とかはまた話が違うとは思うんですけど、ね、大人の方はパンとかおにぎり持っていくのは NG なので、もし
レストランどこも空いてなくて、ね、うちの子がもう我慢の限界なんですとかなってしまったら、裏技あります。ピューロランドは途中退場が可能でございます。お姉さんに途中退園しますって言うと、スタンプをここにポンと押してくれます。で、そのスタンプはあのブラックライトで照らさないとわからないものなので、消毒とか、ね、設計とかつけないようにするよ。あ、そう、ありがとう、いい情報。そうなんですよ、そのブラックライトのスタンプはもう消毒、アルコールをかけてしまうと消えちゃうんですよ。で、先日ね、それママね、いおりと私で二人でやって、いおりに散々アルコールかけちゃダメだよ、手洗うと気をつけてねって言ったはずなのに、ママのスタンプが見当たらないってなって、ちょっとエントランス、あのピューロ再入場するときにお兄さんにご迷惑かけたんですけど、なのでちょっと本当に透明なので、で、ね、1時間2時間ピューロの外にいると、そのスタンプ押したってことを若干忘れちゃうときもあるんですよね。で、他のことのことでいろいろ頭がいっぱいで、スタンプ押したことって案外忘れやすくて、スタンプ忘れちゃうときがあるので気をつけてください。忘れた人は大丈夫、スタンプ押してくれるそうだね、まあ、パスポートあればね、また入れるので、その時はまあご安心ください。で、ピューロの外にはマクドナルドもあるし、サイゼリアもあるし、サンマルクだったり、あとレクチャーレストランもある。サイゼリアあるね、サイゼリアもあるし、駅に行けばスシローもありますので、あとスシローのところにもお買い物ある、いっぱい本当に。ピューロの目の前にファミリーマートもありますし、ローソンもあるし、イトーヨーカドーもあるので、まあ、そこでセブン2個ある。あ、駅にあるわ、そうだ、あ、セブン2個大丈夫。コンビニもスーパーもレストランも何でも揃ってますので、公園だったりとか、ね、お家が近い方だったらお家で食べるのもありですので、あと電車も行ける。そうだね、電車も乗って行けるから、モノレールもあるしね。ただピューロのレストランちょっと高いし、めちゃめちゃ混んでてね、いつになったら食べれるんだろう、時間もなくなっちゃうしなって方は、ぜひあのお外で食べるのもおすすめでございます。ピューロランド絶対これ買った方がいいよっていうものが一つありまして、カチューシャとかももちろん買って身につけていただきたいのですが、応援グッズのミラクルハートライト、こちらお一つ1500円でしょう。ピューロランドのお店どこでも買えます。こちらね、持ってると本当に楽しさ倍増です。ただのライトと思わず、大人の方も持っておくとこれはね、めっちゃ楽しいので、でね、このショー1個だけのために買うんじゃちょっともったいないかな、あんま行かないしって方でも全然大丈夫です。仲良くコネクトというイルミネーションのショー、レーザーとかがキラキラキラって出るすごく楽しい感動的なショーがあるんですけど、こちらでも大活躍ですし、かわいい歌舞伎、こちらめちゃめちゃおすすめなんですけど、かわいい歌舞伎でもハートライトを使うシーンございます。で、結構頻繁にハートライト出してください、ハートライトお持ちの方フリフリしてくださいっていうところがありまして、で、ハートライト持ってるとみんなとさらにつながれるので、ぜひこちらも購入して楽しんでみてください。はい、長々と喋ってしまったんですけれども、今ね、4月11日火曜日から5月26日金曜日までキャラクター大賞2023、こちらも始まります。イエーイ。お買い物したポイントはスマイルとして貯めていただいて、好きなキャラクターにぜひたくさん投票してあげてください。キャラクター大賞は5月26日金曜日まで、このね、1ヶ月やってますので、ゴールデンウィーク初めてピューロランド行くって方もぜひ初投票してみてください。はい、いかがだったでしょうか。ま、普
普段よりね、結構混むと思いますので、何かと準備したりとか、あのね、混んじゃう日に結構ありがちなのが、コインロッカーが一切空いてない問題が結構あります。大きいコインロッカーが、ちょっと数が少ないので、キャリーケースのままピューロ行くよりは、まあ、ホテルとか、ね、どこか駅のロッカーに預けてしまった方が、コインロッカーはちょっと空きが埋まっちゃうことがあるので、そちらもご注意ください。はい。これからね、ピューロランド行く方の参考になればとても嬉しいです。でこんな動画見たいとか、普段こういうゴールデンウィーク何おすすめですかとか、いろいろありましたら、ぜひコメント欄でもコメントお待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。夏までにチャンネル登録1000人目指しておりますので、ぜひ今、ポチッとチャンネル登録をお願いいたします。あと高評価で応援もぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。